私まだ。え？この中に入りたいでしょ。幸せだ。はい、皆さんこんにちは、キーでーす。ヨッシーと会うんですよ、今日。ここのハンターカブをね、私が買った時にですね、ヨッシー出てました。よかったらこの動画を見てください。ずっとヨッシーにね、バイク買わせようと思ってて、最後にね、連絡した時が、もう免許取りに行くわみたいな感じでね、言ってたんで、さすがにね、もうだいぶ経ってるんで免許取れてると思うんですよ。それで連絡して、バイク見に行くみたいな連絡したんですよ。で、そしたら、あ、いいよみたいな、行こうみたいな返事がね、返ってきたんで、もう大丈夫なんだなと思って、それで今日ね、MFD 近くのね、駅で待ち合わせしてます。めっちゃ久しぶりだからね、あの動画以来なんで会うのが。ただね、バイクはね、持ってないんで、ヨッシーは。なので、とりあえずタンデムして行こうかなと思ってます。免許ね、そろそろ取り行くわみたいに言ってたのが12月ぐらいだったかな。まあもう免許取れてると思うんで、バイクをね、今日一緒に選べたらいいなと思います。まあ買わせたいんだけどね。友達のヨッシーなんですけど、田舎から毎回こう来てくれてて、やっと会えるからマジ嬉しいわ。よし、ちょっとヨッシー待とうと思います。おはよう。うわ、久しぶり。ドアップドアップ、久しぶり。やば、元気？元気。まあ LINE してるけどね、連絡取ってるけど。よかったね、天気いいし、今日バイク日和よ。あ、確かにちょっと暑いかも。久しぶりの、イエーイ。とりあえず MFD に向かおっか、バイク屋さん行こっか。よし、初タンデム、初タンデム、人生初。超楽しみ。楽しみ。ヨッシーのヘルメット持ってきてるから。おー、めっちゃかっこいい。似合ってる似合ってる。フルフェイス初でしょ、かぶったの。初だね。ちょっとやっぱ変な感じはする。だよね。イエーイ、タンデム、イエーイ、楽しい。めっちゃテンション高。めっちゃテンション上がる、すごい。楽しい、楽しい。いや、なんか嘘みたいだ、後ろ乗ってんの。え、私も夢だったのが叶った。え、夢だったの、これ。アッキーの後ろに乗るのが。あ、そうなんだ。めっちゃ楽しい。あ、よかったよかった。え、今日は今から、うん、いつものバイク屋さん行くんじゃん。あ、そうだね、 MFD 店長待ってから。店長待って。まあ、いつも言うけどね。今日はじゃあまた何かバイクでも買う。え、ヨシが買うんでしょ、バイク。え、私が買うの。え、ヨシが買うんじゃないの、バイク。私まだ免許持ってないよ。え、持ってないの。免許持ってないよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、教習所、教習は行ったんじゃないの。教習所行きたかったんだけど。行きたかった。うん、いろいろあって行けなくて。え、教習所も行ってないってこと。行ってないの。うん、だから本当に今回なんかバイクに初めて触ってる感じ。あ、そうなんだ。え、え、そうなんだ。だから今日誘ってくれたの、アッキーの次のバイク見についてって、私もちょっとまた見学しようかな。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、 LINE したじゃん、あのバイク見に行こうって。ああ、来たね。いや、もう免許さすがに取れてるだろうと思ったからさ、誘ったんだよ。そのよし、バイク選んどいてもいいんじゃないかなと思ったから。私はなんかもう一台買うのに私の参考になればくらいに誘ってくれたのかなと思って。さすがに4台目はないし、もう。あ、12月さ、行ったんじゃなかったんだ、教習所。いや、行ったは行ったんだけど。え、けど何。でもちょっと取れなくて。え、取れない。とりあえずさ、どっか適当に走る。うん、いや、ずっとアッキーの後ろに乗ってみたかったから、もうちょっとこのタンデムを楽しんでみたいかな。せっかくさ、こっちまで来てくれたからさ、うんうん、なんかどっか買い物でも行こうか。え、行きたい。ああ、ちょっと店長すいません、さよなら。店長にも会いたかったんだけど。すいません、さよなら。
後で連絡しとくわ。いや、後で本当謝っといて。なんかさ、食べたいのあるご飯。ラーメンかお肉か。おー、いいね、分かってんな、やっぱり。じゃあまあ、とりあえずのんびり都心の方でも行くか。うん、うん、買い物でもしよう、ついでに。うん。ていうかさ、教習所なんか行ったんだけど、なんかダメだったって言ってたじゃん、さっき。あー、なんか検査でも引っかかったの？検査もしていない状態で無理だったんだよね。え、どういうこと？店員がもういっぱいで。あ、そうなんだ。で、結構他のとこも何件か見たんだけど、うん、どこももう店員がいっぱいで、空き次第みたいな感じで。え、マジで？そんないっぱいなんだ。ネットで確認してくださいみたいな。え、それさ、ちょっとあれじゃないの、なんか嘘つかれてんじゃないの？私に取らせたくない。え、だってそんなことある？私聞いたことないんだけど。田舎だからかもしんないけど、うん、ここも埋まってるね。数少ないからってことなのかな。でもさ、入校自体はさ、できんじゃないの？ダメみたいで、空きが出たら予約入れるみたいな。冬は入校する人が多いらしく。なんで？春って新生活始まるし、あ、そういうのに向けて取る人が多いんじゃないかなって。あ、なんか今すごいバイクの人気もあるらしくて、うん、それで入校できなかった。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ人気みたい。増えてきてるもんね。なんかとりあえず、うん、4月までは今のところ入校できないみたい。え、4月まで？だよね。なんかちょっとあれだからさ、一回私が電話してみてもいい？ちょっと確認したいわ。ちょっとにやかには信じがたいことなんだけど、私が事実確認も含めてちょっと電話するわ。お願いするわ。よいしょ。バイクは止めるのめっちゃ大変だね。そう、大変なのよ。あんまないっしょ。ない。探すの大変って。そう、よかった、空いてて。空いててよかった。マジよかった。わー、一応ダイエット中だからサラダ。ダイエットもサラダっぽくないって。で、これは乗っけたんだけどさ、あのちょっとお皿がいっぱいだから。おいしそう。見てほら、やばい。うわ、この中に入りたいでしょ。幸せだわ。赤身肉だから。 OK OK OK、 セーフ。うわ、仕上がってるわ。お肉いきます。オニオンポテトみたいな。あー、うまい。一応サラダもちゃんと食べてた。チキン。それはダイエット大丈夫なの？揚げてるからね。一応カロリー、これ油落ちてるから。油落ちてるから。味覚がついて。ね、よし、心配してるけどさ、これ食べれば大丈夫。うん、おいしい。ごちそうさまでした。うい、お揃いでヨッシーと化粧品買った。記念に買いました。ただ喋ってるだけで楽しい。楽しいよね。うん、楽しい。会話止まんない。マジバイク乗んないと。ぼちぼち帰る。喋、うん、ね、りながらまた帰る。どうだった今日？いや、もうめちゃめちゃ楽しかった、ね、楽しかった。なんか安定して後ろに乗れてた。それ多分ね、ハンターカブだから。違う、アッキーのやった運転テクニックが上がってる。テクニック。私が電話するとか言ってまだ電話してないしね。そうだね、ちょっと楽しみすぎて。やばいやばい、もう電話しないと閉まっちゃうか。ういもしもし、あ、ちょっと尋ねしたいんですけれども、あの今って小型二輪の免許って入校とかってできますかね、教習。そうですか、分かりました。あのちなみにいつぐらいからとかって分かりますか、入校できるとかって。大体分かりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ダメだ今は。やっぱり今いっぱいなんだって。そうなんだよね、知ってた。今日空いてるか聞いてない。確かに今日ね、空いてるかもしれな い。今日もダメでした。ダメでした。確定じゃないけど、うん、4月ぐらいとかからは多分空きが出るんじゃないかって言ってた、うん、だからホームページチェックしてたって。とりあえず結局それ。そう、じゃあこまめにチェックしようと思います。チェックして入稿してくれ。はい。とりあえずさ、販売庫だけさ見とかない。そうだね、下見って大事だよね。そう、モチベーションにつながるからね。そう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 、未来のバイク、未来の私のバイク、ちょっと見てみる。せっかく来たし、うん。免許がまさかの取れてなかったんです。あ、そうなの、まだ取ってないんだ。未来のバイクを、未来の相棒見つけて、はい、めちゃっていいやつ、めちゃっていいやつ、めちゃっていいやつ、させるつもりだ。ちょっとじゃあ125だっけ。125かな。それめちゃくちゃおすすめなのが聞いた。一度ある。え、あります？わかりました。うん。あ、じゃあ行きましょう。これはね、多分いいと思う。本当っすか、うん、なんだろう、いいやつ。パネ。パネ。もしかしたら知らないかな。レンジャー J クロスオーバーっていうやつなんだけど。クロスオーバー。クロスオーバー。これめちゃくちゃおすすめなの。どうっすか？知ってます。あ、知ってる。あ、すごい。これ絶対被らないから。めちゃくちゃいいよ。これ走りやすいし、うん。もうなんか乗ってんのか乗ってないのか分かんないぐらいの感じだ。バナナを入れるスペースが欲しいとしたらやるっていうのも個人的な。魅力的でしょ。他にはないでしょ。小腹空いた時なんかね。大事です。そうだそうだ。すごい。いいですね。うん、他ありますか？他。いっぱいしてんじゃないですか。してるね。ダメじゃん。あとなんかありますかね。これは。GN? サイズ感がめっちゃ、あ、確かにしっくりくる感じ。見た目はかなり好きです。ちょっとプラスのタイプ一回またがってみてもらって大丈夫ですよ。いいんですか、はい、おおー、あ、足が表示しますね。ヨシがまたがったことによって、うん、GN125H 完成しました。そうですね、完成しました。はい、これだ、なんか足んないと思ったこれだった。完成しました、うん、完成した。ラッキーのは結構デジタルだったんですけど。そうだね、私のはじゃあアナログな、うん、そうそう、このアナログな感じがまた、うん、何足に入ってるよっていうのがここに表示されるんです。あー、すごい、いいですね、それは。いいんじゃないこれ。え、いいんじゃない、いいんじゃないの、これ買っちゃおう。さっきのとどっちがおすすめですか。スルーされたな。乗りやすそうですよね、すごい乗りやすい、乗りやすい、うん。125じゃないけど、映画見た目はおー、だいぶおしゃれな感じですね、これ。そうだね。マットな感じがまたかっこいい。ただね、排気量がね、小型だと乗れないっていう。そうですね、うん。全然こっちさっきより、え、足やばくない？足やばい。軽いから。あ、そっか。慣れちゃうっていう。でもかっこいいよ。あと何かありますかね、おすすめ。あ、ですよね、店長分かってますよ。やっぱこれっすよね。ですよね、言ったじゃん何回も。いいよってこれ。毎回聞いてる。いや、一回またがってみれば。あー、ちょっと違う。ちょっと前傾になるのが怖いかもしれないです。怖いかもしれない。じゃあやめよう。やめましょう。出しようがない。こういうのはダメだ。諦め早いな。それに関して。この瞬間わかるんで、こういうの。リーダーご利用しだったのに。ええー。もうね、きついって言うんだったらさ。まあまあ、そうですね。まあ、確かに無理してやるもんじゃないです。あとなんかあります？ハンターじゃない。ハンター。あれ、あれはね、アキロライド。あれ、私です。欲しいですね。ちょっと待って。私の方が売れない。カスタム済み。ハンターとか行くなら、これの方がいいのかもしれない。ああ、ハンター入荷しないんですか？気になるね。あー、なるほど。4月には教習もなんか開くみたいな感じの話を聞いたんで、まあそれまでになんか定めとけばいいんじゃない、ね、ってことでヨッシーの未来のバイクの候補選び、一つ目が GN125H、 2つ目が違うけどレジェンドの150。見た目だけは 見た目はかっこいいね。で3個目が私のなぜかハンターカブ。で、でまあ4つ目が、4つ目がレイダー J。 4つ目はなしで、うん、レイダー J ですね。4つ目はなしですね。工房がすごいね。いや本人もね気づいてないだけでだん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 レイダーいるからいる。反応するってことはやっぱ気になっちゃって、そうそうそう、私もそうだったから。アッキーの動画見ながらすげえな、よく買ったなって思ってたから。ちょっとバカにしてる。バカにしてるわけで、とても素敵だけど私にはちょっとハイセンスすぎて。あ、ハイセンスね、ハイセンスね。4月以降入稿して、まあ、バイクを買うってことで。そうだね、うん、そうですね、決まってるから。はい、あ、
決まってる感じね。楽しみにしててください。もうバイク買わないと帰らせてもらえない。もう絶対帰らない。もしね、買えないよってなっても、まあ、友達のアッキーが連帯保証にて、買ってもらうね。くす島、くす島、くす島セカンドバッグないじゃないですか。あ、じゃあそんな感じでバイバイ。何この割り、何この割り。年内さ、マジに買うよね。いや、マジに買うよね。とりあえず免許は取るよ、絶対取るよね、免許、うん、買うよねって。バイク買うのがすごい前に出ちゃった。バイクはとりあえず運命の1台を見つけて買いたいかな、うん、連絡して、もちろん連絡してよ。とりあえず入庫したら連絡して、あ、連絡して。じゃあ私店長に言っとくから。店長に言うか。店長に言っとくから。それ必要だけど、店長に言っとかないと。そうだね、確認。バイクちょっと用意しておいてください。あ、でもなんか店長ちょっと変わったバイク進めてくるから。それね、あれなの、変態だからしょうがないの。あ、じゃあしょうがない。そう、もうどうしようもない。あ、そうだよね。じゃあいいや。目の前にいるけどね。でも聞こえてんだよ。全部聞こえてんあれからね、よし、無事に教習所に通うことができました。撮影当時は小型二輪の免許を取る予定だったんですけど、結局中型の免許を今頑張って取ってます。なんか本当に今バイク人気みたいで、予約が取れなかったり入校すらできない状態みたいですね。私の時は正直入校できないとか全く全然なかったんで、なんかびっくりしちゃって、今なんか大変だなと思いましたね。新車とかも買いづらくなってたりとかするじゃないですか。教習所行こうかなって迷ってる人は、行ける時に行っちゃった方がいいと思います。これから免許取る方頑張ってください。ありがとうございました。バイバーイ。